長、所長、探偵社始まりますよ。始まってますよ。ごめんごめん、ちょっと電話が電話が難しいのでね。リアルの、もうその引っ張りだこやから、所長は。またいてるじゃないですか。今日もいらっしゃってます、タリタキの二人です。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、先ほど所長と LINE を交換しました、タマレーさんです。あのね、違うんですよ、交換しろって言われたんですよ。白飲みに連れて行けって言った。あ、最悪だ。あと私が知らないところでひっそりとやめてよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そして今回もですね、はい、オフィシャルサポーターの松本さんです。よろしくお願いします。松本ひなこです。よろしくお願いします。さらに今回もリモートでお二人の方に相談にお越しいただいております、久保木さんと中西さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では所長、はい、早速今回のテーマ、はい、ボートレーサーはね、常々あの100分の1単位であの本当に勝負してるんですよね。これを今回を踏まえて理解してもらおうかなっていうのを思ってますね、はいはいはい、ということで今回のテーマはこちらです、はい、じゃん、はい、100分の1秒の戦い、水と風を極めろ、水面特性と風の攻略を知る、はい、はい、これは大事ですよね。大事。これ本当に聞きたかったんですけど、はい、私は分からなさすぎて、うん、もうなかったことにしちゃってるんですよ。風を推理するにあたって、はいはい、風は存在しない。あるある。ドームの中でやってみる。いや、まあ、選手ってね、一回エンジンかけて、まあ、後ろ向いてる時間あるじゃないですか、はい、たまにこうやって振り向いてる人いません？いますね。あれって風見てるんですよね、風と水面状況見てるんですよ。例えばあの、まあまあ、よくなんか福岡とか、はい、ちょっと海沿いのところうねりが入ったりするんですよね、はい、それこそ松本さん福岡、はいはいはい、一マーク側のネトロンって、まあ、手話装置あるんですけど、それを見てるとこういう風に揺れてる状態があるんですよ。その揺れ方で、あ、うねりが入ってる入ってないっていうのを見たり、風の確認ですよ最終的に、はい、でそこで一旦確認してエンジンかけて、まあ、しばらく時間があるんで、その状態的にまた風向風速計旗見て、どっちもいっぱい全部見るんですよ、はい、あっちはこっちからって、こっちはあっちからこう吹いてるとかあるんで、それを見て確認してよしってなってからこっちを見るんですよね。選手はもうすごくナーバスなところです。大事なところなんですね。で、デリソーとかどこ行かれたことあるんですか？あ、一緒に行ったのは江戸川です。あ、江戸川に行きました。これこそもう何しても極みのところや。極みなんですか？本当に全員が頭を抱えてました。まあ、そういうことで初めて行ったのが江戸川で、江戸川しかほぼ行ったことないんですよ。まあ、似合いそうですもんね。あ、スイスは合ってました。そうですね。はい、どこ行かれました？私は多摩川が一番好きです、関東だったら。これ乗りやすいとこやわ。そうなんですね。はい、住之江と似ててね、めちゃくちゃ乗りやすいです。まあ、日本一の清水面っていう歌い文句があるぐらい、うん、水面がほぼほぼ荒れない。ただ風の方向によっちゃスタートがもう異常なほど難しいです、ここは。住之江の風とかって何ですか？あ、住之江も比較的落ち着いてますよね。まあ言ったら冬場は右後ろから吹く、夏場は若干向かい左の前から吹いてくる、はい、でたまに天気が崩れ出すとスタンドか対岸から吹くんで当たって巻き込むみたいな。もうでもスタートはしやすいですね、案外。スタートも風とか、これがものすごいがあるんですよ。あるんですね。むちゃくちゃあります。モーターやからあんまり関係ない。いや、これが一番選手にとって困るのはスタート展示向かい風、例えば3メーター、はい、本番追い風3メーター、もうスタートできないです、極論言えば。もう同じようなタイミングでいったら絶対もう映らないぐらいフライングします。そんなに映らないぐらい、それぐらい違います。え、どうやって調整してくるか。だからそこはもう足し算引き算の世界なんですよね。起こす位置を変えるか、はい、秒数を変えずに後ろから起こすか、はい、同じところからそれを針がもっと進んでから起こすか、うん、あとは景色の見方をガラッと変えるか、もう ここで見てたのをもっと前で見るとか、そんな計算せなあかんねんな、はい、風一つで。そうなんですよ。これに流れが加わると、はい、より難しいみたいな。うわ、久保木さん、はい、風だと、まあ、もう追い風向かい風、はい、どちらでもこう刺し戦法の方がいいのか、うん、握ってまくっていく方がいいのか、5メーター超えるともう完全刺し水面になります。うーん、追い風の場合は1コーナーがね、はい、もうこれをまくりに行こうとすると相当なリスクがあります。まずハンドル来た瞬間に向かないのと、内側手が流れてきた時にちょっとでもこう工作仕掛けると風圧っていうのが発生するんですよ、あれって。で立ってボートが横に流れちゃうんですよね。こうスタート行ってこの逃げれたって思うでしょ。でこの瞬間っていうのは耳でこの辺を聞いてるんですよね、近くのところ。でこれがパチンと跳ねた瞬間に向かい風でこっちに返ってくるんですよね。ほんでこれ落とした瞬間ズルッとはまることよくあると思うんですけど、まあ、つけ前で、はい、追いやったらこのぐらいに来られても間に合うんですよね、インって。間に合うんですか？これがこうは来ないんで、絶対こう滑るんで、はいはい、あえくんで困れるんですよ。
合わすように。これ向かいは絶対できないんですよ、この旋回が。この段階でまくれるって分かります。もう3コース、この見えたらこれで分かります。あ、もうまくれるっていうのは、まくれ出しても一緒です。もうそれは風によります。だから5メーターを超えると基本的に差し水面と思ってもらって間違いないと思います。ああ、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、所長も風で、はい、風の力を借りて勝ったとかありますね。それこそ僕が引退前に最後勝ったのが琵琶湖の地区戦 G1 なんですけど、はい、エンジンは仕上がってました、はい、初日2日目から、はい、で優勝戦ぐらい完璧になって、はい、7レースの前向かい風だったんですね。7レース終わって8レース追い風吹けへんかなと思ったら、はい、8レース終わった時に追い風がパー吹き出したんですよ。なぜかというと1号艇石野貴之君、はい、ほぼほぼ失敗しないんです、あんな選手は、はい、エンジンも僕の次は出てたんですよ、はい、勝つには助力が必要だと、水面の、はい、追い風吹いてくれたら万が一失敗することがあるなと、はい、で僕はまあ2コースで山本貴之は3カドンしたんですよ。それこそでもまあまくられることはないってことなんで、石野君はその3稼働を気にするわけですよね。いろんな複合的要素が重なって追い風でターンマークちょっと外しちゃったんです。で僕は刺して勝ったっていう。うわー、その天気を味方にせなあかんね。そうですね、だから僕だけ笑ってましたもんね、スケスケ石野はもうやめてほしいわそういうのはありますね。あ、そう、はい、うん、レース場の水質を一覧にまとめてみました、はい、皆さん、はい、こちらご覧ください。全国24レース場の水質、淡水、汽水、海水とあるんですね、はいはい、ありますね、うん、はい、まあ、通算なんかでちょっと混じってみたいなね。ちょっと混じってるんですね、はい、ガマゴリもちょっと混じってみたいな。はあ、例えば淡水とは違うんですか。これがまた違うんですよね、何が違うんか。浮力です、浮力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 から、はい、淡水っていうのはね、まあ、浮力がもともとないじゃないですか、はい、だから物にその体重とか影響あるんですよね。で、まあ、水質も硬い、なるほど、で、まあ、逆に言うと海水のところは浮力がある関係でね、その体重差が、ね、出にくいっていうのもあるんですよね。だから比較的波が柔らかく感じるんですよ。引き波も柔らかく感じる、はい、あ、それがいい時と悪い時があるんですか。まあ、基本的には重量級にとっては海水のところがありがたい、うん、うん、だから逆に言うと淡水のことを減量しなくちゃいけない。僕は現役時代から思ってました。モロに出ます。モロ入れるんですね。出ます。だから僕らは住みのいい地元なんですけど、はい、軽ければ軽いほどエンジンが出ます。前回もそうですね、海水のところが比較的サイドがかかりやすい、はい、淡水の方がちょっとかかりにくい。やっぱりかかり方が違うっていうんですかね。こうガツンと一発目かかる時のかかり方が、はい、海水の方が深い、淡水はこう軽い、浅いっていうか。なんでなんですかね。柔らかいってさっき言ってたのもやっぱ関係あるんですかね。影響あるんじゃないですかね。水1個でこんなちゃうんですか。違います違います違います、はい、野添所長はどっちが得意だったんですか、海水と。地元が淡水だったんで、住みの家っていう、はいはい、まあ、淡水の方がどっちかといえば良かったかなと思います。なぜかというと海水とか干満さもありますし、満ち潮引き潮で流れが出てくるんですよね、江戸川さんとかで一緒に、はい、そこもちょっと計算しなくちゃいけないんで、考えることが多いんやね、まあ、そうですね、海水は、はい。ちなみにですね、入着率にも季節によって変化があるようでして、はい、こちらボートレース天ヶ崎の夏と冬のコース別入着率、まあまあ、夏と冬で風の向きが変化しやすいということで、はい、1コースと6コースにちょっと着目してみてください。冬は1コース1着率が 61.8%、はい、6コースは 1%、うん、なのに対しまして、夏はですね、浜風が吹いて向かい風が増える時期なんですね、はい、なんで夏になりますと1コースの1着率 55.0 に下がりまして、6コースがですね 3.5 倍の 3.5% に上がるんです。これが何を意味してるかですよね、はい、まあ、夏場っていうのは、はい、まあ、エンジンの回転の上がり方が夏場の方が鈍いんですよ、はいはいはい、鈍いっていうことはスローからいくのでダッシュが乗りにくいでしょう。なおかつ向かい風が吹くでしょう、はい、で結構吹くんですよ。スタートが合わせにくいんですよ、リンが。そういうことですね。毎回変わってしまうの、はい、見え方が、はい、乗り方によって。だからインが必然的にパーセンテージ下がってくる。逆に冬場は比較的回転が先の時は上がりやすい、はいはい、みんなこれは共通で、はい、なるとここの反応がいいんで距離感が合わしやすい、なおかつ向かい風も吹きにくい、そんなに強いのが、だからインの勝率が上がっていく。でも 3.5% って結構な差じゃないですか。これはセンター勢が攻めるっていうのもあるんですよ。6コースが完全に攻めきったわけじゃなくてセンターが攻めていくから必然的にどっかでやり合ってもらって6コースが漁夫の利を得るっていう。なるほど、そういう
のもあるんだね、はいはい、他もじゃあちょっと上がってたりするのか。そうそうそう、パーセンテージ的には上がるはずです。これ尼崎に限らずどこのレース場でも基本的には1.5、もう冬場の方がインコースは強くなってきますよ。へー、はい、冬っていつからいつぐらいの時期のことですね。上にもよるんですけど、スミネの場合はあのデータをエンジンのデータを取るために9月の段階から温水パイプって言ってね、下から吸い上げた水を一回エンジン内回してキャブレターまで凍結防止で回すんですよ。そのパイプがつくと湿度がガンと落ちます。落ちるんですか。落ちます。でスミネは9月の段階なんでまだあったかいじゃないですか今のご時世、はいはい、もう猛烈回らない、回転が上がらないですよ。うわー、モーター自体の、はい、それが情報によって違うんですよね、はい、入れる時期が、はい、それが入ってしまうとその傾向落ち着くんですけど、その入るまでが物ごっついこのデータがバーンと変わります。インがどんどん強くなってきます。パイプがつくとまた落ちます。統一になるんで。なるほど。まだ回転が上がらなくなるんで、うん、気温は下がる、空気の密度は上がる、はい、ペラは調整入ってる、はい、ガンが上がってくるんでスタートしやすくなって、またインが強くなっていく、はい、だからそう、ついた瞬間から一瞬落ちるんですよね。上によっては12月入ってからとか、全部バラバラです。そんなにバラバラなんですか。バラバラです。それはなんかホームページとかに載ってますか。出水フィルムを掲載載ってますか。ホームページにも載ってます。そこから温水パイプ取り付けます。でも書いてるんですね。書いてます、書いてます。今日から住之江は冬とします。いやいやそんな言い方する。温水パイプが取り付けます。温水パイプ、失礼しました。温水パイプ、まだ9月ですからね、冬ではね。10年前は着いた瞬間に回転がガーンと落ちたんですよ、はい、エンジン走行もガラッと変わったんですよ。今は2、3節ぐらいかかります。例えばエースモーター温水パイプついた、はい、あ、次の節出てました、はい、出てますでクエスチョンになって、はい、普通ですになるんですよ。徐々に下がってくんですか。それぐらい変化があるで、逆に出てなかったエンジンがあれちょっといいかな、中堅かな、中堅上位かなみたいな、変動がじわ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 出てきます。2節3節ぐらいかな。所長は、はい、あのレーサー時代に冬か夏どっちが好きだったんですか。基本的にはですね、冬ですね。はい、なんでですか。暑い夏場。よかった。表面40度超えたりするでしょ。よかった。で、いや、ガラス繊維のズボン履いて、はい、カッパ履いて、うわ、ガラス繊維の靴履いて、はい、でインナー着て、はい、カポック着て、ユニフォーム着て、ヘルメット着るでしょ。蒸し風呂なんですよ。それはあれですか、夏も冬もちょっと夏用のとかないんですか。まあ、一応冬は分厚めのやつ着込めばなんとか。そうですよ、夏は脱げないじゃないですか。確かに周回展示ってだけでもボッとボタン出るんですよ。ただ基本選手は絞ってるんで、はい、僕よく買ったんですけど、はい、展示周回展示終わって多分1分が1号艇で帰ってきてピッと上がった瞬間にもうフラ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 って、うわ危なっ、もう何回もね、うって踏ん張って。え、さあどうやってそのこう耐えるんですか。気張るだけです。精神力の問題。気持ちで簡単に。うわ、タンクトップとかでやらしてあげられない。危ない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 。確かに他の方冬の方がまだ濡れますよ、はい、濡れたらむちゃむちゃ寒いです、はい、でもその方がまだいいです。自然に回転は上がりますからね、空気の中の密度が濃いくなって気温が下がって、はい、まあ、気圧はまあ若干低めですけど、はい、でも回転は上がります。だから調整はしやすいです。しやすいです。エンジンっていうのは回転を上げる作業が一番難しいんですよね、モーターは。下げる作業の比較的プロペラは簡単なんで、比較的ですよあくまでも。なんで冬場の方が調整面ではしやすいです。しやすいんですよ、はい。ではですね、タリタキのお二人、はい、あのコーナーお願いします。かしこまりました。リモートの皆さんも一緒にお願いします。野添探偵に質問しちゃうぞ。ありがとうございます。松本さんは何か質問ありますか。はい、あの野添社長がレーサー時代の時に、はい、勝負のレースとかってある、はい、あったと思うんですけど、はいはい、そういう時に2番でも優勝戦乗れるとか、うんうんうん、3着でも乗れるみたいな時ってあるじゃないですか、うんうん、その時 あのレーサーの心情っていうのはどういう感じなんですか。あのね、それってファンの方よく言われるんですよね、うん、3着どれか3着、うんうんうん、ありえないです、これは。ありえない。そんな簡単に3着取れる競技じゃないんですよ。で結果あのやっぱりその時のエンジンメンバー、自分の枠番等々考えて、まず自分の勝てるレースをしようと思います。1コーナーに関しては、1コーナー出てきた時に考えます。勝ちに行って結果あかんってパッと見た瞬間に1、2、前に2人やったら3着、じゃあ自分が3着取れたら3着でいいかとか、一応前は抜きに行くけど、はい、いやちょっと無理やなと思ったら途中でも後ろを確認してその着をキープします。準優何着勝負がけっていうの知らない人います。あ、そうなんですね、はい、みんな勝ちに行くもんな。だって1着であれば何の問題もないねんから、うん、レースの組み立て方は変わったりしますよ、はいはい、いろんな意味でね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ中西さん、質問ありますか。風が強い時なんかによくあの安定板って装着するじゃないですか、はいはい、実際つけるとこうどのような影響がこうあるのかなっていうのはちょっと
きたいなと思ったんですけれども、はい、1番が伸びがなくなります。で、伸びてたエンジンがまず伸びなくなります。もうその差が極端になくなります。なぜかというと、なんかまあ抵抗が増えるんですよね。こういうまあ空洞でこう板をはめちゃうんで、はい、抵抗がまあプロペラ近いところで抵抗が増えるんで、ペラがバチンと当たった人がまず合わないんで、伸びがまず全員つらい位置になります。ほぼ変わらなくなります。全体的に回転が上がらないんで、差しも決まりにくいですよね。あ、そうなんですね。はい、鈍くなるんで、引き溜め凍る瞬間がやっぱり回転上がらないんで、はい、刺さったともでも先に回った人が絶対有利になります。あ、じゃあインがこう有利になる傾向にある。そういうことです、ね、簡単に言うと。しっかりスタートいければの話ですけどね。出足型のモーターで調整してる方の方が有利だと。あ、そうそう、メリットが大きいですね。手足型でインの方が注目した方がいい、はいはい、伸びに振ってる人が安定バズ、例えば菅君であったり藤山君であったり高田さんとかが安定バズくと、はぁーって、あー、もう、そのチルトを上げてもそういう問題ではない、問題じゃないんです、ね。まあ、基本的に安定バズくと1段階上げます。大体がマイナス 0.5 リカということはゼロにして、はい、一旦も絶対1個チルトアップします。みんな抵抗が増えるんで、そういうところも変わってくるんですね。変わります、変わります。なんでそんな私の方見てくるの？このチルトも払ったんで、安定バーみたいなこと。何を言ってるか分からないでしょ。英語言ってるのも分からない。何を言ってるか分からないでしょ。でしょ。ビート版の安定版って。はい。ちょっと松本さん教えてください。安定版って何？ちょっと誰か。安定版って何？本当ね、くり抜きみたいなこの縁にこういう金具がついてるんですよ。で、ここにはめる滑車がついてて、はい、エンジンのキャリアボディがあって、こうちょっとだくぼみがあって、またくぼみがあるんですけど、そこにこう上の段にガチャンとはめるんですよね。で、ネジでパチンと止める。だからこれがでかくなるんですよね、はい、そこで結果水かくんで、はいはい、だから抵抗増える分、面積広がる分安定するという、直進もそうですし、めちゃくちゃいいじゃないですか。いみんなつけたらいいんですけど、はい、いいんですけど、はい、普段選手はついてない状態で調整する。いきなりつけられると困るっていう。ああ、そう。でも今日は1日つけますよって朝に言われればそれなりに調整するんですよ。なるほどなるほど。でも突然もう展示ボート回した時に、はい、安定板ですって言われたらもうえってなるんですよね。確かに今までこんだけ調整したのに、はい、それやめてよ。ああ、なっちゃう。だからとりあえずチルトを1段階抵抗が増えるので上げる。はい。っていうのがもう苦肉の策ですよね、言ったら。あ、そうなんですね。本来はつけるものじゃないけど、なんかあまりにもなんかその波の状況とか風の状況で、はいはい、このままだと走ってしまったら危ない可能性があるから、そうそう、安定板をつける。なるほどね。それが安定板、補助輪みたいな感じですね。行こう。次行きましょうか。じゃあ次参りましょうか。え、タマは何か質問ある？いや、私一個聞きたかったんですけど、はい、もうめっちゃ体調悪い時とか。ありましたか？でもそれでもレース出たみたいな。あのね、これはあの各レースに医務室というか、まあ、絶対行ってるんですよね、はい、全員あレースに到着したら医務室で体重検査と身体検査やります。あ、そうなんですか？はい、もう一斉にそこで計測します、はい、その時に熱申告しなくちゃダメです、はい、でそれでドクターの方がダメですって言ったらダメです。あ、ダメなんですね、はい、今はこのご時世、もう無理ですね、7度5分を超えるともう お帰りです、帰ります、うん、いろいろ見て風呼んで無理やろと思ったいや、と思うでしょ、はい、そこは違うんですよ。え、違うんですか？その一瞬だけはもう張り詰めてるんで、やっぱりスイッチが入るんですね、はい、しんどいとかもうなくなるんですよ。何もかもなくない。アドレナリンとかですか？そうです、だってぎっくり腰になってるのにその瞬間痛くないですよ。ぎっくり腰でも走ったことあるんですか？ありますあります。1周1コーナーで4コースがまくっていて、僕5コースやったんですよね、はい、で1本のコースに超えただけでバキッときたんですよね。うわうわっと思ってやってもうたもう、かぶってるやつがこうやって普通にね、はい、まあ起きるんですよね。で普通にレース2着でゴールしたんですよ。したんですよ、モンキーもして。でもそのゴールした瞬間にも糸が切れて持って、もうこのまま立てないんですよ。もうレバー握ったまま横掃除かえて、もうボートもいられんくて、そのまま担架で運ばれていって。だからあれ不思議なもんで。でもゴールするまではちょっとこの乗り直してこんなやってるんですよ、ね。普通にやってます。選手の見りゃ分かるんですよ、なんかおかしいなっていうのは。あ、なんかおかしい、なんかやったなっていうのは。お客さんも分からないです多分。でも実はぎっくり腰になってる時もある。ありますあります。膝がロックして外れた人もいますしね、レース。半月板が割れて、ガーンとロックして。でも痛くないんですよね、その時は。痛い。膝は痛い。膝は痛い。ぎっくり腰は痛さがもう紛れてた。いう時もある。僕の時最後病気でやめたんですけど、その時もやっぱり痛くて痛くてたまらなかったんですけど、レースの時だけは忘れてましたよ、ね。すごいな。そうですね。はい。ではここで皆さんに実践していただきます、はい、ボートレース尼崎
ボートボーイカップまくってちょうだい4日目が開かれております、はいはいはい、これから第8レースの展示構想が始まりますので、うん、皆さんに推理していただきましょう、はいはい、何がどうなると思いますか。まくって買ったら副賞がもらえるんですよ。副賞、はい、いろんな食べ物であったり金一封であったり、私たちにですか。違います、買ったら何でやレーサーにね、レーサーに、それもちょっと神戸牛のすき焼きがもらえたりするらしい。そう、藤山選手1日に2回神戸牛もらってる。めっちゃ忘れるやん。めっちゃまくってる。まくりそうな人おるけどね。いますか。はい、伸び伸び仕様の下出拓也くんがね。あ、この方ね。彼らも先駆者ですからね、言うたら伸び方の。あ、このサテンジ見たら大体どれが出るか分かりますからね。外3倍残したタイミングとこの出方を見て、で、はい、内がどのタイミングでどういう感じで握ったか、こうスッと墨田崎の足を見てほしいんですよね。あそこが大事なんですよ。これ3番の行き足がいいのがもうすごく分かりますよね。2番と比較して、もう握った瞬間からいいんですよ。あと見てこう回ってる雰囲気で、あ、これこういうペラやな、ああいうペラやなとか、なんとなく分かります。分かるんですね、はい、そこから分かるんですね。ペラフェッショナルやん。はい、ダサダサ。何でもフェッショナルつけてええけど、お前へんねん。違います。これね、つかみすぎ、今のが典型的な掴みすぎのパターンですね。出口でこうファファッと右が外れていくっていうのが、はい、彼も基本伸び型ベースの調整するんで、ああなりやすいよね。でましてやこれ下出君がいてるんで、伸びてくるのがいてるんで、伸びで負けるわけにいかないんで、はい、ある程度いいんやけど伸びに振ってるはずなんですね、これ。はい、まくり屋がまくられるのが一番屈辱なんですから。いやそうですね、自分が得意なことね。そうやんな、ほら今抜けたでしょ、あれもこれまた抜けるでしょ。 ああいうのはもう回転が足らない時になるんですよ。基本的にペラが掴みすぎてる水を、はい、これワニで君これ一番いいんですよ。理想系クッと向いてキュキュッと、ほらキュキュキュッとするでしょ。小回りがすごい効いてる、うん、これエンジンもいいしペラも初日から合ってるなと思って見てたんですよね僕。じゃあ矢野選手が警戒してるのは本当に下出選手、もう下出君がスタートして伸びてくるのはもう想定内なんで、はい、あとどこまで自分が持つように仕上げれるかなんで、はい、で2号艇の渡辺さん、これ完全な差し合い、差し合い、差し合いなんですね。うん、これ渡辺さんがすごい重要ですよね。あ、下出君リング変えてますね。多分新品いってるんじゃないかと。新品いったらね、結構圧が増えるんで伸び型になったりするんですよ。あ、でも伸び型の人ですもんね、うん、だから多分新品いってると思うんですけどね。こうやって見ると渡辺選手いいでしょ、かなりいいですね。もう見た目からいいなと思ったらやっぱいいんですよね、これ。いやだから下出君が胴体で攻撃してくれればしてくれるほど渡辺君にとってはありがたい展開はね。所長、この水面気象とか、はい、これ見てどんなところに。スタートは早くなるかなと、天ヶ崎のこの風は、だいたい向かい風なんで、ここはちょっと冬型になるとここで追い風になるんで、じゃあ聞いてみましょうか。はい、はいはい、じゃあ中西さんから。はい、まくってほしいっていう気持ちと、やはり下出選手伸び型でまくった場合4号がついてくるパターンと、万が一まくり差しだったりとか井山選手腕で 2,3 着持ってくる可能性を考えて 1,4,5,1,4,5,2,3 着につけました、うんうん、ありがとうございます。では久保木さんは。勝つのは AK の3人のうち誰かかなと思うんですけど、お、飯山選手は展示構想の、ね、所長に教えていただいたちょっとふわっと浮く感じが気になるんで、2にもチャンスはあるんじゃないかな、うん、ただ下出選手がやっぱりそのまくって賞を取りに攻めると思うんで、その感激をワニベ選手がつけるんじゃないかなというところで、ワニベ選手の2着3着につけて 1,2,3 で 2,3 着を折り返しですね。だからでも4絡めば配当は上がると思うんで、うん、ではナミちゃんはすっごい迷ったんですけど 1,3 折り返しの前にしました、まあ、下田選手がやっぱりまくりに行くと思うんですけど、やっぱ飯山選手やっぱボートレースって結局逃げたっていうことが結構多いじゃないですか。なので 1,3 折り返し前にさせていただきました。私はですね、はい、まくってちょうだい勝ってちょうだい 3,1 を1点で、おお、はい、いいじゃない。はい、やっぱりこう下田選手すごいまくりそうな雰囲気、ひらめき、そして所長から教えてもらった、はい、でやっぱ新山選手もすごかったので、この3位チームバチッと決まってくれたら嬉しいなっていう回目でございます、はい、では松本さんも。3-4前と 1-2-3-4 なんですけど、まあ、まくって、まあ、皆さんと同じような回目3-4前で、下はまくらずに普通に逃げて
で3か4がどっちか残るのかなみたい な、うん、なんかもう全然こういうなんか分かんない時って結局1リッサーね、なんか確かにあるのかなみたいな時あるんでちょっとこれにしてみました。私もみたいな感じで木さん木さんやっぱりまあクリア井山さんと下根さんと、うんうん、でも安部選手もやっぱりすごく、うん、いいと思いますけどね、足は、うん、良さそうだったので期待したいと思います、うん、はい、まくりゃいいんですよ、頑張れうわどうなるんだろう、頑張れ。これうちが行ったロックコスト、あ、ま、え、ちょっと待って、え、あ、ロックこれ止まりますけどね、1、2、3って回りますね、そまくり出した、まくりちょうだい、あ、左遷か、外回りますね、あー4なんでか、1、3 4エンジンってね、あ、でも伸びていきますね、やっぱ今は、はい、出てますよ、ここの声出ますよね、まくってちょうだい、これでも一番回りにくいですよね、まくってちょうだい、渡辺さんが差し込んでくる、あこれ内向いていかなきゃダメですね、うん、4番は、はい、でこれ締められたら変わらなあかんけど、これもう変わらない、曲がられへん、こうなるとダメなんですよ、ハンドルまた切り直さなダメなんで、あ頭叩かれ、うまく、あ、でもうまくなってる、これ出てるんでね、この4番は本当にすごいっすね、はい、で渡辺さんこれ一回変わりたいはずやねんけど、そこに、あ、そうなんですね、はい、変わらせてもらわれんかった、これちょっと失敗したらやばいよ、すごいすごいすごい、おあーが失敗した、あーあとこの辺がちょっと甘いですね、言ったらあれハンドル戻しときゃなんてことないんですけど、あ、そうなんですか、戻せば大丈夫なんですけど、あ、4なんです、久保木さんと一緒でしょ、あー、そうそうそう、そうか、そうだ、悩んだらとりあえず 1,2,3 買っとけって言って、めちゃくちゃ惜しいね、はいはい、惜しいです、もう悔しいです ね、 ね、本当だ、これよくあるよね、あの私一応当たってはいるんですけど、あのみんななんか2点とかでやってる中、私1点やっちゃって恥ずかしいです、ちょっと、ちょっと感想も聞いてみたいと思うんですけれども、うん、はい、久保木さんいかがでしたか、はい、今回は風と水面というテーマでしたけど、はい、一番やっぱりボートやってて難しいなっていうことだったんで、うん、結構参考になりましたし、 ありがとうございます、明日以降の船券につなげていこうかなと思ってます、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。中西さんは何か変わったこととかありますか、返事の時点でのその風を見て予想してもまた本番では違ったりとかっていうのはかなりこう奥深いもので、今まであんまり気にしてなかったんですけど、これから風のところもちょっと見ながら考えていきたいなと思いました。レース中ってその時期時期で風が変わるタイミングとか結構あるんですよね、より深くなると思いますけどね、推理が楽しくなる、はい、波さんはいかがでしたか、風とかは関係ないことにしちゃおうって思ってた部分があったんですけど、やっぱりそこってすごく重要な部分ですし、自分の都合のいいように見なかったことにしてたことをやめるっていう、やめるちゃんと見るってことをしていきたいです、私は、はい、タマちゃんはいかがですか、これからの解明、もう追い風ビュンビュン吹いてますなんかちょっと風を見るようになったら本物よ自信だけは一丁前、はい、松本さんはいかがでした、はい、なんかボートレースって知れば知るほど推理が難しいなと思って、うん、いろんなことを考えないといけないから、あの時間内に考えれるかなっていう確かにね、そう時間が足りないってなるんですけど、でもそれもまた面白いなってすごく思いました、わかるわかる、一緒に風呼んでいこう、風呼んでいこう、腹立つ、一番呼びたかった、本当ですね、スキルとかまた技術だけではなくて、そうですね、自然とも戦って、あ、もちろんです、もちろんです、はい、そうなんですね、はい、日々の天気も含めてですね、はい、また新たなボートレースの魅力に気づかせていただきました、ね、じゃあ行きましょう昨日よりも深い水量新たにこれ前かけれるな俺